モータージャーナリストの菰田清です。今日はですねちょっとタイヤの話を、したいと思ってます。皆さんタイヤの重要性っていうのをどのくらい考えてますか？タイヤは走る曲がる止まるって非常にこう重要な役割をしているわけです。ですからしっかりと選んでいくということがとても大事なポイントなんで、今日はですねそういうタイヤを変える時のポイントをちょっとお話ししてみたいと思います。車のパーツの一つだというだけではなくて、走る曲がる止まるに全て関連しているのがタイヤなんですよね。だから非常にこうタイヤというものをきちんと考えて選んでいくということはとても大事なポイントだと。その大事だっていう意味は安全性もあるし、それから快適性もあるし、自分の命を守るっていうね、これが根本にはありますけども、ここでちょっと考えてほしいなと思います。車とタイヤの関係性っていうのは実はそのキャラクターの問題なんですね。セダンなのかミニバンなのか SUV なのか、車ごとにタイヤというのはカーメーカーがちゃんと選んでつけてるわけですね。車のキャラクターと、それからさらに言えば、その車をどう使うのかというライフスタイルの中で、車選び、タイヤ選びというのをこう関連付けてやっていただくのが一番いいと思います。車選びもそうなんですけど、僕の場合にはやはりそのしっかりと安心して乗れるっていうことがとても大事な重要なその選ぶポイントですね。なんとなくいつもこう不安を感じて走るんではなくって、しっかりとまあ自分の操作に対してきちんと反応してくれる、長距離ドライブした時でも疲れないというところで、まあそういう車とそのタイヤとそれから地面とそれからドライバーがこう一体になっている感じがあるのが一番好きですね。タイヤの役割というのは、まず簡単に言うと、車を支えているというのが一つのタイヤの役割であります。で、これはまあ止まっている時も同じなわけですね。走り出した時にどういうふうな役割があるかというと、走る、曲がる、止まるっていうね、この3つの操作があって、アクセル、ブレーキ、ハンドル、これにもう全部、リンク付けされるわけですね。どのぐらいの広さの面積をが支えているか、接しているか、っていうとですね、だいたい僕の手結構大きいですけど、手のひら1枚分なんですね。まあはがき1枚とも言いますけども、まあ、そういう面積が一つのタイヤごとにあるんで、手のひら4枚分で車を走る曲がる止まるか支える、それから衝撃吸収する、それから伝えるということをやってるということですね。これだけの面積でやってるっていうところがとても大事なポイントで、タイヤの重要性ということがここで分かってくると思います。まあ、スポーティーなものもあるし、それから転がり抵抗が小さいのもあるし、それから最近はその車種を限定したミニバン用のタイヤとかっていうのもあるわけですね。まあ、これは SUV 専用設計タイヤなんですけど、タイヤの剛性を上げてしっかりと踏ん張るようになっていると。これがだから車の特性に合わせて、タイヤも作られているっていう一つの特徴なんですね。それから乗り手の乗り方に合わせてサーキット走りたいのか、あるいは街中走りたいのか、静かに走りたいのか、それぞれの特徴が全部ありますよね。まあいろいろお話ししましたけども、タイヤの重要性っていうのはね、もうずっと一貫してあるわけで、まあ、これはもう未来の車になってエンジンがね、電気になろうが PHEV になろうが水素になろうが、もう全てタイヤはもう非常に重要だってことはもう全然変わりがないわけです。で、そこでやはりしっかりと自分がどういうタイヤがいいんだっていうのを意識を持って選んでいただくと、僕は非常に楽しいカーライフが過ごせるんじゃないかなというふうに思います。今日はタイヤの重要性という話をしましたけども、ぜひ参考にしていただいてタイヤ選びをしていただきたいなというふうに思います。